はい、こんにちは、タスクです。モノマネ YouTuber のタスクです。そうだ、明けましておめでとう、みんな。今年もよろしくね。今回の動画は、いつもモノマネばかりしてるから、この人誰なんだろうっていう動画です。なので、ちょっとでもタスクを知ってくれる人がいたら、ぜひ最後まで見てください。はい、今は軽トラックに揺られながら、家に向かっています。俺の出身地は山形県の鶴岡市っていうすごく田舎、東北の山形県、知ってる人も知らない人もいるかもしれないんだけど、山奥で育ちました。なので山と雪しかありません。軽トラックでね、道なき道を進んでるところなんだけど、今年は去年と違って雪はあまり降ってなくて、寒いけどなんとかなってるような気がします。俺がみんなにどんなイメージを持ってもらってるかわからないんだけど、一応田舎で18年間育って、その後大学で東京に出てきました。なのでもうほとんど田舎者です。言葉とか方言みたいなものは話せないんだけど、標準語しか話せないっていう珍しいタイプの田舎者かもしれない。家族とか親戚とか周りの友達は全員方言で話してます。なので呪文みたいに何を言ってるかわからない動画になるかもしれないけど、それは許してください。雪の上から木みたいなの生えてるの、これトラックに引っかかってすごいバチ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 言ってます。ということで雪道を進んだらようやく家に到着しました。はい、到着したらまずは拝みます。ただいま。はい、ついて早速始まるのがおばあちゃんのお菓子攻撃です。もうすごいお菓子くれるの。だからもうわけわかんない、これ。あ、くれもやか、くれ。あー、あー、ありがとう。もう毎回わけわからないくらいお菓子くれて、徐々に最先端になってくるの。このコンビニの L サイズのじゃがりことか。もう昔とかはごませんべいとかしかくれなかったのにね。嬉しい。お家についてちょっとゆっくり団らんしてます。団らんっていうのかな、これ。ちょっと日本語間違ってたらごめんね。なんか元気だったかみたいな話をしてます。東京では何食べてるのかみたいな話してます。すき家とかマクドナルドとかよく食べてるよみたいなこと言ってます。なんかおばあちゃんの言ってることは俺も半分くらい聞き取れてないんだけど、だいたい昔から何言ってるか、なんだろう、通じ合ってるものを心でなんとなくニュアンスで受け取ってます。よくわからないんだけど毎回ジャージもらいます。毎年なんだよね。友なこいでもな、歯がね、こうやって半袖できてくるんだな。あっちはっけ、あ、結構いい感じ。すごいあったかい。だから小さいでいいやねんか。ありがとう。サグネでもいっちゃいや、多分500円で買ったの。あ、500円下がって下がって、それで買ったね、俺が。これ、なんだっけこれ、スパルディング。よかった、あったかい。俺歯ぶどもたりばな、全然ダメだっけ。はい、こんな感じでおじいちゃんおばあちゃんち普通に楽しんじゃってとびとびの動画になっちゃったと思うんだけど、1年に1回帰るときに東京いるとね、少し寂しさもちょっとあるから、たまには田舎に来て温かさを感じます。まあ、少しでもね、タスクがどういうところで育ったのか、タスクとはみたいな動画でした。はい。
はい、みんな見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。今回は久しぶりに山形の実家に帰って動画を撮りました。次はまた来年と思うとちょっと寂しいけど東京で頑張ります。はい、ということでじゃあね。